はい、チェンジアップの握りと実際にその握りで投げてみたいと思います。まあ、いろいろチェンジアップにはあるんですが、チェンジアップっていうのはボールをこう後ろから押さないですね。ボールに勢いを加えるためにはボールの中心真後ろをこう押す、ボールの下を押す、上を押すとかドロップとかライズとか、速球とか、まあ、いろいろあるんですが、そうしてしまうとボールがこうやってしまうとボールが速くなるので、このボールを押さないですね。ですので、握り方を変えたり手首の使い方を変えたりしながら、ボールに勢いを加えないということになります。で、一般的にボールを普通の、まあ、ドロップとか速球の握りをしてこう投げないでここでこう投げですね。こうやると押すところがないので押すところがないのですっぽ抜けるんですね。ボールが遅くなります。でこう投げる方、それからこれをこう横に抜いてこう抜いてきますね。で指をかけてこう抜いてくる。こうすると押すとこないですね。ないですね。こう投げるボール、それからボールをこう投げないでこう投げる。これも押すとこないですね。後ろ押すとこないですのでボールが遅くなるということです。でガバッとこう指全体持って抜く場合もあります。こうやって抜く場合もあります。2本でこう抜く場合もあります。こう抜く場合もあります、まあ、抜く球、まあ、それから横に手のひらを下にしながら抜く球ですね。手のひらを返して抜く球、まあ、大体一般的にこの3つの抜く球があります。あとは前YouTube でも流しましたけどナックルですね。これ押すんだけど力がない、手首を使わない、手首を殺してボールを指先で手のひらでポーンと弾きますので、強いスピンをかけたりすることがない、空気抵抗の非常に多い遅い球と、まあ、そんな感じのボールがあります。ちょっと投げてみたいと思います。